北韓は28日東の海トンヘに向けて短距離ミサイルとみられる発発を発射しました政府はこれを受けて国家安全保障会議 NSC 常任委員会の緊急会合を開き、韓半島情勢の安定が極めて重要な時期に北韓がミサイルを発射したことに遺憾の意を表明しました。 しかし国連の北韓制裁決議に違反する弾道ミサイルかどうかの判断についてはさらなる分析が必要だとして慎重な姿勢を示しました韓国合同参謀本部によりますと韓国軍は28日午前6時40分ごろ北部のジャガンド・ムピョンリ付近から発射された短距離ミサイルとみられる飛翔ょ体1発を捉えたということです 飛距離は200キロに及ばず、高度は北韓が今月15日に発射した短距離ミサイルの高度60キロの半分ほどだったということです。韓米の軍当局と情報当局は、大きさや飛距離、高度や速度などがこれまでの北韓のミサイルとは異なるため、詳しく分析しているということです。 金正恩国務委員長の妹金与正ジ党第一副部長は北韓の自衛権の行使についてはすべて挑発だと見なし韓国の軍備状況活動は北韓に対する抑止力の確保だと正当化するのは二重基準だとして撤回を求めていて今回の飛翔ょ体の発射は金与正氏のこうした談話に対する韓国側の反応を見るためのものという見方が出ています。